鉄拳タッグトーナメントには、バンダイナムコゲームスが2011年9月14日に稼働開始した 3D 対戦型格闘ゲームである。鉄拳シリーズの第8作目にあたる。通称、鉄拳 TT に、2012年3月27日には、バージョンアップ版である、鉄拳タッグトーナメントにアンリミテッドも稼働を開始した。また、家庭用版は、2012年9月に、プレイステーション3、Xbox 360用ソフトとして、同年12月には Wii U 用ソフトとしてそれぞれ発売された。2016年3月24日に、Xbox 360版が広報互換に対応された。本作は、旧ナムコ時代にリリースされた、鉄拳タッグトーナメントと同様に、キャラクターを2人ずつ選んで、タッグ戦で戦う、という内容になっている。過去の登場キャラクターを、新技を追加した上で復活させている点も、鉄拳、TT と同様で、アーケード版では、三島二八、大賀、風間仁、アンノーンの4人が復活し、家庭用版ではさらに、コンボット、エンシェント大賀、エンジェル、周光、ミシェールちゃんなどが復活した。新キャラクターとして、それまでは、エンディングムービーにしか登場しなかったセバスチャンと、設定上のみの存在だった、スリムボブも追加されている。それ以外のキャラクターは、基本的に、前作、鉄拳6と、鉄拳6ブラッドラインリベリオンからの引き継ぎであるが、本作では、三島平八は若くなり、また、ジュリアちゃんが、JC と名を変えて登場している。ゲームシステムは、鉄拳 TT 時に採用していたシステムをベースに、新システムが上乗せされた形となっている。鉄拳6と、鉄拳 6BR に登場した、レイジシステムや、バウンドコンボなども引き継いでいるが、レイジの発動条件については、タッグ戦であることを考慮したものへと変更されている。本作では、バルコニーブレイクというステージギミックが新たに追加された。このギミックは、バルコニーのある一部のステージにおいて、バルコニーを破壊して、相手を下に落とすものであり、下で待ち構えているパートナーが追撃することも可能である。本作には従来までにあった各キャラクターの 1P カラー 2P カラーの概念がなく、コスチュームは1種類に統一されているが、4つの攻撃ボタンそれぞれで選択した場合のカスタマイズが可能になった。その他、対戦で自分と相手に同じキャラクターが選択された時、後から選択した方は別カラーになるが、先に選んでいたキャラクターが一つでもカスタマイズしていた場合は、後から選んでも別カラーにはならない。IC カードは、従来の専用 IC カードからバンダイナムコゲームス、共通のバナパスポートカードへと変更され、カードスロットから非接触式、カードリーダーに変わったことで、電子マネー機能付き携帯電話でも、戦績保存が可能になった。2011年11月1日からは、同様のシステムを採用しているセガのエメカードとの相互利用も可能になった。カードは従来の1キャラ1枚からカード1枚でキャラクター全員のデータが保存可能になった。なお、段位についてはキャラクターごとの独立したものになっている。鉄拳アンリミテッドではタッグ戦だけでなくソロ VS タッグやソロ VS ソロの対戦ができるモードが追加された。家庭用版には、近接格闘ロボット、コンボットをカスタマイズする、ファイトラボというモードが収録された。このモードは、バイオレット小鳥蝶狼が自社製品、コンボットを誤って初期化させてしまったために、育成し直すという筋書きであり、初心者の練習台であると同時に、熟練プレイヤーがカスタマイズを楽しめる仕組みとなっている。また、プレイ中の BGM を、任意のものに変更できる、鉄拳チューンズという機能も追加された。CPU 側では、カスタマイズ選択不可の背景 LED も存在する。Wii U 版の、鉄拳タッグトーナメントに Wii U エディションには、プラットフォーム元の任天堂とのコラボレーションとして、マリオシリーズに登場する、スーパーキノコや、毒キノコを取って、体が巨大化、縮小化した状態で戦う。キノコバトルや、マリオやリンクをはじめとする任天堂キャラクターを模したコスチュームが収録されている。こちらは AC PS3 Xbox 360版とは異なり、ステージが多少変更されている。アーケード版からの登場キャラクター家庭用版での追加キャラクター最終ボスキャラクター以下のステージは家庭用版にて追加されたステージであり、は PS3 版 Xbox 360版の無料ダウンロードコンテンツとして配信されたステージである。エレクトロニックエンターテイメントエキスポ2012にて出展された本作シリーズのプロデューサーである原田勝弘は2010年9月17日、ツイッターを通じて東京ゲームショウの陶劇ブースで新作を披露することを明らかにした。この時点で、鉄拳 X ストリートファイター、または、鉄拳7のいずれかに関連する情報ではないかという、憶測が流れた。翌日の9月18日、原田は予告通り、東京ゲームショウ2010の陶劇ブースにて、鉄拳タッグトーナメントの続編にあたる本作の制作発表を行った。日本では2011年夏の稼働開始を予定していたが、東日本大震災により、同年秋に延期となった。ワールドサイバーゲームズ2010にて、原田は家庭用版を出すと話し、限定キャラクターやおまけモードの導入を明らかにした。また、原田は家庭用版は、ストリートファイター X 鉄拳と、鉄拳X ストリートファイターの間に発売する予定であると話した。本作の開発は、家庭用版、鉄拳6の開発が終了した2010年頃から始められた。本作の家庭用版は4人のキャラクターを同時に描画できることを売り出すという方針が立てられ、長い開発期間が設けられた。鉄拳6と鉄拳 6BR で使われたプレイステーション3基盤システム357では4人のキャラクターを同時に描画するには、負荷が大きすぎることから基盤をシステム369に変更した。また、バンダイナムコが開発した大乱闘スマッシュブラザーズ 4Wii U などで使われた可変解像度描画システムを導入することとなり、開発チームはプログラムや描画システムを一から作り直した。開発チームの一員である米森雄一はファミ通とのインタビューの中で鉄拳5から鉄拳6に移行するときよりも大量の素材を制作したのではないかと振り返っている。鉄拳3をベースとしていた前作はキャラクターの個別化が不十分だったため、例えば三島家の誰かの使い方をマスターしていれば性能が似ている別の誰かを扱うこともできた。それから12年の間、開発チームが要望に応え続けてきたことにより、キャラクターの個別化が進み、システムも増えた。結果として、コンパチキャラクターが減少し、本作の稼働から1ヶ月後に、1キャラクターしか使えず、パートナーを選べないという問題が浮上した。開発チームはすぐさま、ゲームバランスやシステムの見直しに踏み切り、アップデート版である。鉄拳タッグトーナメントにアンリミテッドとして発表した。また、1キャラクターしか扱えないという要望に応えるため、通常のタッグ戦の他にソロモードや1対2で戦うモードが追加された。さらに、タッグを組むにキャラクターを2人で操作するというペアモードも追加された。このペアモードは、ストリートファイター X 鉄拳のスクランブルモードに近い。鉄拳アンリミテッドのソロモードにおける例示システムは、鉄拳6のそれを継承した一方、タッグモードでは新しく、パートナーにも例示システムが適用された。キャラクターの体力が一定数を下回ると例示が発動して、技が強化され、キャラクターから赤いオーラが発せられ、体力ゲージが赤く点滅する。また、キャラクターが一定回数攻撃を受けると、パートナーのライフバーが点滅する。もし、自分がダウンした時点で、パートナーの体力ゲージが点滅していた場合、パートナーが強化される。家庭用版は、鉄拳アンリミテッドをベースとしており、同作に登場した44人に加え、新しいキャラクターが登場し、最終的には、史上最多の59人のキャラクターが登場することとなった。家庭用向けの追加キャラクター選定にあたり、開発チームは要望の多いキャラクターに加え、鉄拳、TT のメリットを活かせるようにするため、独特の性能を持つキャラクターと似た系統の持つキャラクターを出すことにした。また、近接格闘ロボット、コンボットを育成する、ファイトラボというモードが新しく追加された。カスタマイズされたコンボットは見た目だけでは、どのような技を持っているのかわからないことから、競技性の高いランクマッチでは、コンボットを使えないようにするなど、ファイトラボの導入は慎重に行われた。プレイステーション3版と Xbox 360版は 3D 立体視に対応しており、プレイヤーがエフェクトを調整することができる。家庭用版の初回限定特典として、男性や動物も含めた、ほぼ全キャラの水着コスチュームやリリ専用のコスチューム、ふわふわスカート、4人の追加キャラクターと追加ステージがダウンロードできるコードが付属した。家庭用版の恒例として、大暮惟人、小山茂人、サイモン・ビズリー、皆川亮次、猪俣睦、寺田克也といった著名な漫画家が手掛けたコラボコスチュームが登場したほか、藤沢富美男、山下俊也、ジャニーの3名が手掛けたキャラパネルも登場した。加えて、ワールド鉄拳フェデレーションというウェブサイトが開かれ、プレイヤーが試合データを確認できるようになった。プレイヤーはこのサービスを通じて、他のプレイヤーとチームを組んだり、オンライン対戦を楽しむことができるほか、世界中のプレイヤーとリアルタイムでリーダーボードを使うことができた。2012年11月13日に、北米のプレイステーションネットワークにてダウンロード販売が開始され、2012年11月21日には欧米の PSN での配信が開始された。同年12月末には Xbox ライブでの配信も行われた。Wii U 版 Wii U のローンチタイトルとして2012年12月8日に発売された。ロサンゼルスで開かれた E32011 に出展された時点では、Wii U 用、鉄拳の新作という情報しか明らかにされておらず、タイトルも付けられていなかった。翌年の E32012 にて、本作が PS3 と Xbox 360に続いて、鉄拳タッグトーナメントに Wii U エディションとして Wii U に移植されることが明らかとなった。Wii U 版は、サードパーティー製の Wii U 用ゲームで、初めてパッケージ販売と Nintendo e ショップでのダウンロード販売が実施された。日本ではパッケージ版よりもダウンロード版の価格が若干安くなっていた。Wii U 版では Nintendo とのコラボレーションの一環としてマリオシリーズに登場するスーパーキノコなどによる状態変化を用いて戦うキノコバトルといったモードやマリオやメトロイドなどをモチーフとした衣装が追加された。また、Wii U 版には限定コンテンツや、Xbox 360版と PS3 版の DLC 類が最初から収録されている。本作の音楽は、遠山明孝、佐野信義、岡部健一、浜本理央、井上拓、椎名剛が手掛けた。家庭用版ではこれらのメンバーに加え、矢野義人、渡辺亮、細江慎二、笹生綾子、三宅優、保芦圭吾が音楽を手掛けた。ありがとうございます。